試合中対戦相手に汚い言葉や挑発を浴びせ、心理面の揺さぶりを図る手法のことをスポーツではトラッシュトークと呼びます。これはバスケットボール、特に NBA で古くから活用されてきたテクニックの一つで、その技術を極めた選手は相手をメンタルゲームで支配していくんです。彼らの挑発的、侮辱的な舌戦に相対した者の集中力は切れ、完全に自分への自信を失うほどのトラウマを植え付けられることもありました。そんな選手同士はもちろん、時には観客とも一幕ある一種のエンターテインメントを展開していく彼らは、どのように敵を動揺させ、心理的に追い詰めていったんでしょうか。そして激動する NBA コート上で繰り広げられたいくつもの最悪トラッシュトークエピソードとは、一体どのようなものだったんでしょうか。皆さんこんにちは、エースです。今日は NBA 史上最悪最高のトラッシュトークエピソードを6つ取り上げて、それぞれ詳しく紹介していきます。エース NBA チャンネルでは、このようなバスケ好きや NBA 好きにはたまらないコンテンツを配信していきます。この動画では合計2000いいねを目指したいので、内容が良ければぜひ高評価をお願いします。では参りましょう。 Let's do this。 Ice in the vein Stir it up。コービー・ブライアントはリーグ入りをした時からマイケル・ジョーダンと比べられました。その背丈とプレイスタイルに共通点を見出すものは多く、コービー自身もジョーダンを目指してスキルを磨いていったんです。そうして努力を重ねた彼は、キャリア5年目までに2度も優勝を果たし、平均 28.5 得点を記録するスーパースターへの成長を果たすのでした。しかし、そんな尊敬する選手に少しでも近づけたと感じている中、迎えた2002年11月8日のワシントン・ウィザーズとのゲームにて、彼は唐突なリアリティチェックを受けるのでした。その試合、なんと38歳のマイケル・ジョーダンはベンチから25得点を叩き出し、世界王者のレイカーズとコービーを打ち砕くんです。それだけでも競争心の塊であるコービーにとっては屈辱的でしたが、加えて試合後にジョーダンは彼に向かってこう言い残すのでした。俺の靴を履いて俺の真似事をするのはお前の自由だが、お前は絶対に俺の代わりにはなり得ない。と。ジョーダン hits him on the butt and says, You can put the shoes on, but you ain't gonna never feel them. You're never gonna feel them. You're never gonna feel these shoes.That's basically what he was telling Kobe. You're never gonna feel these shoes. その言葉を受け取ったコービーは怒り狂い、なんと2週間以上もチームメイトと口を聞かなかったと言います。So, they say, Kobe didn't talk to the team for 2 weeks. Yeah. Like, he just went silent. And it was like, yeah, I feel sorry for, next time we play Jordan. They said, they already knew what was about to happen.Against MJ, when MJ came to LA. そしてその11月の試合から4ヶ月経った2003年3月28日、やっとジョーダンとの再戦を迎えたコービーは、まさに自分の力を見せつける活躍を遂げるのでした。Topcast Sportsnet tonight, Kobe's first jumper, I'm Jordan. Now Kobe from long range, up. Long jumper, he is unbelievable. Kobe's fadeaway, good.Kobe for three. Up. It is. They trail now by one. Here's his jumper, and that's that. Unbelievable. And he's got five of them here already. Seven for 12 from the field has Kobe again. Kobe guarded by Lou. Kobe's long jumper. Oh, no! Kobe for three. Out of here.Now they put some pressure. Good job, boy. Jordan did a good job jumping. With 55. Start. And that will do it. The Los Angeles Lakers have defeated the Wizards. なんと前半戦だけで42得点を奪った彼は13分の9のスリーポイントスプリットをマークし、合計55得点を叩き出す圧巻のパフォーマンスを送るんです。彼はゲーム中常にトラッシュトークをし、ジョーダンに対しても、いつでもお前をワンオンワンでボコボコにできると繰り返していたそうです。そうして壮絶な活躍とトラッシュトークを終えたコービーは後日さらにこう言い放っています。ジョーダンになれないからなんだ。俺はコービー・ブライアントだ。と。
ケビン・ガーネットは全く容赦のないトラッシュトーカーでした。彼は敵選手の調子を惑わせられるのなら、常人では到底触れようともしないような事柄も持ち出し、嫌がらせの域を超えた揺さぶりを図っていくんです。お前の妻はシリアルの味がしたと試合中にカーメル・アンソニーに言ったり、チャーリー・ヴィルニューバにガン患者はコートに出るなと放ったりと、倫理を無視した彼の数々のトラッシュトークエピソードがそれを物語っていることでしょう。ガーネットと対戦する選手は彼のバスケットボール能力に圧倒された上に、精神的にボロボロになるまでに侮辱され、けなされる。バスケをやめたくなるだろうね。それだけ彼は勝利に貪欲な男だった。とポール・ピアースは話しています。そんな彼はある日 NBA で最も落ち着いてると言われ、同じパワーフォワードポジションでしのぎを削り合うティム・ダンカンにトラッシュトークを仕掛けるんです。1999年プレイオフの第1ラウンド、ティンバーウルブズ陣営のガーネットはスパーズのダンカンと対戦していました。そして試合が終盤に差し掛かってきた頃、フリースローを打とうとするダンカンに対してガーネットは不意にこう言うんです。ハッピーマザーズデイ、母の日おめでとう。実はダンカンの母親は彼がたった14歳の頃に乳がんで亡くなっていたんです。動揺を隠せなかったダンカンは直後のフリースローを外し、そのままティンバーウルブズは試合に勝利していきます。ゲイリー・ペイトンもまた徹底したトラッシュトーカーでした。怖いもの知らずでどんな相手も臆さずに攻撃していった彼は、それがたとえコート外で仲の良い友人だとしても容赦はしませんでした。そんなペイトンと幼い頃から共にオークランドで育ったジェイソン・キッドでさえ彼のトラッシュトークの被害者となるんです。We always, you know, looked at each other, always said hi.But once we got, you know, after the tip ball, we were, you know, going at one another. So he went into his move and I blocked it. And I told him, get that stuff out of here. He looked back at me and that was a big mistake. そうしてスイッチの入ってしまったゲイリーはキッドに向かって直後、これ以降お前のシュートはもう一本も決まらないだろうと言います。Hey, you're not gonna score. Actually, you're not gonna get off a shot today. And he wouldn't let me get a shot off. And I was really hurt. 彼のディフェンスは超一流だった。あの時は特にチェックが厳しく、本当に一本もシュートを決めるどころか放てなかったことはショックだったね。自分の実力を疑うほどに、とキッドは話しています。悪名高いトラッシュトーカーとしてリーグ入りを果たしたレジー・ミラーはルーキーシーズンから積極的に挑発や揺さぶりを実行していました。しかし、1987年のあるプレシーズンゲームにて彼のその恐れ知らずな姿勢は盛大に恨みに出てしまうこととなるんです。その試合、ペイサーズのルーキーとしてシカゴブルズと対戦したミラーは前半だけで2桁得点を達成すると、同じくトラッシュトーク好きだったチームメイトのチャック・パーソンにより前半戦で不調だった相手のマイケル・ジョーダンを挑発するよう促されるのでした。My rookie year, we were playing the Chicago Bulls, and we were playing the next exhibition game, and Chuck Person, who's on my team, who's a trash talker as well, is like, can you believe Michael Jordan, the guy everyone's talking about?そしてそのアドバイスを受け入れたレジーはあることかマイケル・ジョーダン相手にトラッシュトークを仕掛けてしまうんです。前半終了時点ではレジー・ミラーが10得点、マイケル・ジョーダンがたったの4得点を記録するにとどまっていました。しかし試合が終わってみるとミラーが12得点、そしてジョーダンが44得点を叩き出す結果となるんです。 So at half, I have 10 and he has 4 points, right? I'm doing all this talking, it's like, okay. End of the game in the second half, he ended up with 44.And I ended up with 12. So he outscored me 40-2. なんと後半戦だけで40得点を奪ったジョーダンは試合後レジーにこう言い渡しています。ブラックジーザスには気安く話しかけるな。
多くのファンが歴代で最も冷酷で残忍なトラッシュトーカーとして挙げるのがラリーバードです。 NBA 史上トップ10選手の彼はその実力もさることながら言葉を使ってゲームを支配する力に長け、彼がトラッシュトークで相手の戦意を喪失させたり力の差を誇示した話はつきません。一流ディフェンダーのデニス・ロッドマンにべったりマークされながら相手コーチに、おい誰かマークをつけてくれよ、さっきからずっとドフリーなんだ、こいつ相手じゃ60得点を取ってしまうぞと言いながらそれを達成しかけたり、大量得点を奪うのが簡単すぎてつまらなくなったために個人的なチャレンジとして左手のみでシュートを打つ縛りを行ったところ47得点を取ってしまった彼の話は伝説的です。そしてその一つが1988年のスリーポイントコンテストでも起きました。当時リーグ最高のシューターであったバードはコンテスト前にロッカールームに立ち寄ると他の出場者に対して、さあ誰が2位になるんだろうなと放つんです。なんとその一言だけで彼は参加者全員の自信を完全に削いでしまい、そのままラリーはウォームアップジャケットすら脱がずに3年連続のスリーポイントコンテスト王者のタイトルを獲得しています。マイケル・ジョーダンとは敵選手が心身ともにズタボロになるまで決して攻撃をやめない選手でした。そして NBA 史上最も身長の低い身長160センチのマグジー・ボーグスも不幸に彼の餌食となってしまうんです。1995年プレーオフの第1ラウンド、シカゴブルズ対シャーロット・ホーネッツの対戦は決勝となるゲーム5に突入していました。当時ホーネッツのスターティングポイントガードであったマグジーは過去3年間で平均 10.6 得点、9.2 アシストと 3.7 リバウンドをマークする優秀な選手でした。しかし、その試合でジョーダンに放たれたある一言により深いトラウマを負ってしまった彼は、次シーズンに一気に平均2得点にまでスタッツを落とし、そのまま徐々に引退へと向かう。買うことになるんです。そんな試合時間残り4分の両チーム同点で迎えた場面、スイッチでボーグスにつくことになったジョーダンはシュート姿勢に入るマグジーを見ると、彼をフリーにする形で引き下がりながら、打ってみろよチビがと挑発するのでした。そうしてベースライン付近から放たれたマグジーのシュートは外れ、勝利したブルスは第2ラウンドへと進出することとなります。NBA の元アシスタントコーチジョニー・バッジはこのことについて、その事件の翌年、マグジーが僕のところに来て、あの一言が僕の自信とキャリアを失墜させたと言ってきたと記しています。彼の発言通り、結局マグジーは引退までに二度とその試合以前のレベルの活躍を残すことはありませんでした。これら以外のエピソードは何が思いつきますか？ぜひコメント欄に感想や意見をお願いします。動画を楽しんでいただけたのなら高評価、そしてもっと見たいと思った方はチャンネル登録をお願いします。では次の動画でお会いしましょう。エースでした。また。